ここにいたのか、マジンエドラ。あら、あんたたちどうしたの？ちょっと頼みがあるんだが、お前の爪を分けてくれねえか。は？何それ、あんたマニアックな趣味でもあるの？そんなんじゃねえよ。事情があって魔人の爪が必要なだけだ。事情？うん、それはじゃない。うんうん、わアデル。俺たちの目的はゼノン召喚だ。奴に知れたらどうなると思う？そうじゃった。あ、奴の狙いは父上をぶっ殺して自らが魔王になることじゃからの。何コソコソやってんだよ。もうイチャつくならよそでやってくんない？無礼者、世に触れるでない。何すんだよ。あんたたちさ、どうしても私の爪が欲しいの？そうだ、くれるのか？じゃあこうしない？ここにいるプリニーたちと戦ってあんたたちが勝ったらあげる。なんじゃ、それだけで譲ってくれるのか？意外にも親切じゃな、お主。でも油断しない方がいいよ。負けたら私にぶっ殺されるから。プリニーたちも必死だし。そんな新ルールが俺たちの知らないところで？いつものことでしょ。